5月15日の運動塾通信をお送りしています。ウクライナが負けたらどうなるか。今日3日目です。ロシアの勝利は西側諸国、特にヨーロッパを衰弱させる。熊の前足がヨーロッパの地図に爪を立てる。今日3日目ですね。リベルな国際規範の最高峰である欧州連合 EU ほどこの屈辱の山本に立たされる国はないだろう。ウクライナの近隣諸国は アメリカに比べて支援の動きは鈍かったしかしヨーロッパ流の緩やかだが堅実なやり方で求められるだけのことはしたと感じている武器を送り EU の資金を武器購入にあてたのは初めてのことだウクライナの財政を支え何百万人もの難民を受け入れロシアに対して何十回も制裁を加えパイプラインからガスを引き離すことで欧州圏の政治家たちは 当初可能だと思われていたことの限界を押し広げてきた。それで十分でないことが証明されれば、その確信である同盟が目的に合っているかどうかが問われることになるだろう。ハンガリーのビクトール・オルバンやフランスのマリーヌ・ルベンのようなポピュリストやプーチンファンは自分たちのやり方がベストだと騒ぐだろう。現在、タカ的な東部フリンジとブロック内の他のフリンジとの間には分裂がある。 ウクライナが破れればそれは遠差と苦渋に転嫁するだろうフランスのエマニュエル・マクロンは新たにタカ派となったが臆病者が欧州の挨拶になっていると警告し流れを作ったということで今日4日目ですねまあウクライナが破れれば EU としては面目をなくすだろうということでウクライナの近隣諸国、まあ、EU はですねアメリカと比べてまあ 行動が遅かったとということですねただ、e、EU は武器を送ったり、ウクライナの財政を支えたり、何百万人の難民を受け入れたり、ロシアに対して制裁を加えて、ガスパイプラインをです、ね、切り離したりしてきた、まあ、最大限のことをしてきたということですね。それで十分でないということであれば、またその取るべきアクションが必要だろうと言ってるんですね。オールバンとかマリーヌ・ルペンのような人たちは、まあ、自分たちのやり方はベストだと騒ぐだろうが、 実際にはウクライナが敗れればそうはいかないということをここでは言っているんですね。